スティーブン・ピーナールは南アフリカ共和国ヨハネスブルグ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは攻撃的ミッドフィールダー。また左右のウィングもこなせる。アヤックス・ケープタウン FC でユース時代を過ごし、1999年にプロデビューを果たした。2001年にオランダのアヤックス・アムステルダムに移籍し100試合以上に出場した。 2006から07シーズンには、ブンデスリーガのボルシアドルトムントへ移籍する。2007から08シーズンには、プレミアリーグのエバートン FC へ、レンタル移籍し、2008から09シーズンに、完全移籍を果たした。2011年1月、トッテナムホットスパー FC へ移籍。2012年1月に、エバートン FC にレンタルで復帰。8月にはエバートンへ完全移籍。 南アフリカ共和国代表としてトルコ代表戦でデビューを果たした。2002FIFA フフワールドカップアフリカネーションズカップ2008はグループリーグ敗退した。FIFA フフコンフェデレーションズカップ2009ではチームの4位に貢献した。2010FIFA フフワールドカップにも出場した。2012年10月代表引退を表明した。ドルトムント時代。ありがとうございます。